識がなくなりそうですこれできなかったんです。これ私の3ヶ月何だったんですかね。じゃあ続いてはポチミンの話をやりますか、はい、よろしくお願いします。はい、アンケで、はい、ちょっと失礼しますはい、お願いします。ちょっと失礼しますよ。はい、お腹のあたりですね。はい、太い声で低い、自分が出たおお今これで肩で緊張が止まってるの分かります。はい、肩で出てるところがね。はい、ごめん、ちょっと何かやってみようかな。タオル、タオル、アンジェラ、タオル。回ってる。エスケープしてる。みんな気をつけてください、周りに。見てるの楽しいですよね。見てるの楽しいですよね。今度はここに詰まりがあったの分かったから、こう順番出していく。そういうことにやってるわけですね。タオル来た。この指のストレッチが肘までくるから、うん、なるほど。だからさっきこうやったじゃないですか、はい、だからここで緊張ここまで来て、そんでこうするとここからこういけてるっていう。なるほどなるほど、理論的ですね。そうそうそう、理にかなってる、理にかなってるんですよ。待てキセちゃん絶対やめてくれないからね、もし、はい、いくら言ってもよし、はい、先生でも左腕悩みなんですよ。あ、そう。ちょっと26の時に、ミトップっていう番組の撮影してて、ちょっと事故で超骨折して、その後こうやって刺してて、でその後リハビリする時間なくて、だからバク転ができなくなっちゃったんですよ。もう曲がんないんで、すごい助かります。よかった。はい。じゃあもっとやるか。ちょっと、何の気持ち。どの気持ち？ゼロ打ったの？テクです。テクね。テクです。テクです。テクです。ここに。そうね。刺した跡がいっぱいあります。あ、本当だ。前半のこの頭骨の鎖骨のね、はい、運動だから、はい、それがね止まっちゃったりするとやっぱり全く出づらくなるんで、はい、そうですね、こうでしょ。そうそうそう、呼吸
した。これが必須の呼吸ですよ。必須の時に出てくる心の、なるほどなるほど、そうね、はい。でもさっきから言うと、あのちょっと天月に近いですよね。天月っすよね。天月っすよね。天月っす。だからもうお疲れだから。そうそう、さっきの平均線が、ああ本当だ、落ち着いてるよ、うん、お、だから、ね、体の筋肉が出てたんですね。あ、平均が来た、だんだん足から出るよ、平均が来た。バーッと緊張した後にね、はい、深いリラックスが来るんで、ね、うん、はい、次ソフトのやつ、はい、だけど末端から緊張が出るから、はい、もうここから腰の体幹側の緊張を感じて、それをこうねソフトに出して、骨盤のちょっと上のところとかで疲れた部分があるから、まあ、そうすると落ち着いてくるでしょ、はい、で全身踏んできて、っていうのが落ち着いてきてみたいな、ここに今呼吸を通してるんですよ、はい、うん、いやかかとっていうのもさっきアマリネ先生もやってるのに、この足指の方も体が末端だから、はいはい、そこから筋肉出していく、だから緩めるだけだったらこれでもできないけど、ちょっと痛くした方が本人がそれ緊張してるという選択をするもんで、はい、あのこれで入れますから最初からこれだ。いやいや、でも痛い方がね、効果は高い。ああ、血管効果は高い。先生、あの空気が体にいっぱい通ってる気がします。うん、ちっちゃい動き始めてるんですよ。じゃあ呼吸を通してると体が勝手に微調整して通るようにしていくから、それにこっちについていく感じ、はい、今で言うと、うん、ああそうね、で今俺はあの右足の方がちょっと呼吸通りづらい感じがしたら、自然なって言おうとしたら、今、右肩動かしてるんじゃない？先生、私実は右足首、3ヶ月ぐらいおかしいです。あ、そう？はい。もう、だからこっち側で動くじゃん。まあまあ、そう。こっち側に呼吸通ってなかったから。すげえ。なんか星に綺麗になってる？え？なんだろう？やったちょっと疲れた感じがいいのかな。え、あ、でもすごい腰が、うん、今腰が、そうそうそう、今あだずっとあのこう右足を引き上げるような緊張は、はいはい、あって、それで呼吸が止まってたのが肩に緩めたりすることでだんだん
リハーサルが降りてきて、おお、うん、みたいな。すげえ。おい、すげえ。どうですか。やばいっすねこれ。やばいっすよね。やばいっす。これやばいっす。やばいっす。どうすかこれ。そんな。いやいやすごいっすよね。すごいっす。どう？はい。これ、あの受けてみないと分かんないですね。うん。うちはね、真面目にやってる、真面目に。痛いだけしたのもすごかったっすね。すごかった、すごいっす。効果、すぐ変わりますよ。やばいっす。ちょっといいっすか。うん。ちょっと歩いてみて。うわ。え。おお。え。これできなかったっす。本当に？これ私の3ヶ月何だったんですかこれ。できた？すごい、できなかったです、これが。だからずっと左で。うん、おお、うん、わあ、やばい、ほら、おやばい、おすげえ。手首どう？手首が、はい、今、あの、うん、ずっと実は、うん、10年、うん、ずっと痺れてるんですよ。マジで？それが今、あの、うん、感覚が出てきました。おすげえ。システムはやばいっすね。やばい。いや、見て。ほら。あ、見て、そんなやればよかったっすね。あ、まあ、これできなかったもんね。これできなかったんですよ。はいはいはい、だから、ここ打った人よく、そう、そう、そう。だから、ここの返しができなくて。うん、おぉ、アンジェラさん、またバク転やれるかも、練習しようかな。わぁ、すごい。出てるね、わぁ、すごいっすね。なんか私、触ってください。触られてる。あー、感覚がなかったの。わかる。それはなかったのね。はいはいはい、触ってください。はいはいはい。触られてる。あ、そんなに痺れてたんだ。あの後遺症でここを刺してるから。ああ、はいはいはい。ずっとしびれてるったんですよ。うん、よかった。すごいっすね。すげえ。これシステムやってる方はみんなできたんですか。いやー、そのヒーリングに関してはね、僕ね、まあ、自分で言うのもあれなんですけど、うまいんですよ。あ、そうなんですね。だから俺が全部癒し癒しって言って、マーシャルアーツも全部言う癒しにしちゃうのは、はい、そうすると俺にやりやすいっていうのがある。あ、なるほどなるほどなるほど。で、システムがその癒しっていうか、まあそういうのヒーリング的なのも重視するから、だから僕とたまたま相性がシステムが良かったっていうのもある。はぁ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 、真面目にやってしまった。すげえ、マジで。すごい。ありがとうございます。え、いやぁ、ケヨンさん最後までやんなかった。やんなかったっす。ケヨン逃げた。ケヨンさんやった方が良かったです。今度そうそうそう、もう一回行きましょう。もう一回やろう。本当にすごいですよね。あ、どうですか。ありがとうございます。へえ。はい。あ、すいません、感動しちゃった今。じゃあお二人とも、はい。神谷先生、星見さん、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。本当になんか癒されました。癒されました。なんか落ち着かなくてしんみりして終わっちゃったね。あ、すいません。また連絡する。研究中。アミヤ先生のチャンネルと星見のチャンネルでやってますし、はい、うん、今回の撮影ではアミヤ先生がいろいろとキャラ崩壊しながら頑張ってますので、うん、ぜひ、はい、みんな見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ケーブルの文科生の皆さん、絶対笑わないようにね。先生のスライド見て笑わないように、はい、ご注意ください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。